バイロイトのフリーダライダーの記念碑、フリーダライダーは、ドイツの伝説的なドラマティックソプラノ。1920年代と1930年代の、最も重要なオペラ歌手の一人であり、特にワーグナーソプラノの第一人者であった。ベルリン、ミッテクのグランゼー通り9番地の聖火にある、記念プレートベルリン、ミッテクのツイーゲル通り12番地にある、最初に学んだ、私立女子校。 ルイゼン州での記念日ベルリンで生まれる。出自は質素であり、父親は大工だった。それでも彼女は商業学校でしっかりとした教育を受けた。しかし、父親が早く亡くなり、それ以上の進学は叶わず、銀行員として働いた。そのため自由な時間にだけ様々な教師から歌のレッスンを受けたり、合唱団で歌ったりすることしかできなかった。 デビューした晴れリ立歌劇場彼女の最初の契約は、1915年に晴れリ立劇場と交わされ、そこで彼女はワーグナー、タンホイザーベーヌスとしてデビューした。その後の数年間、彼女はロストックとケーニヒスベルクを経由してハンブルク州立歌劇場に行き、そこで1919 19年から1923年まで歌った。この間、彼女は 知名度を上げ、最初の録音を行い、幅広い役柄へとレパートリーを広げていった。ベルリン国立歌劇場1921年に、国境ベルリンの国立歌劇場にイゾルデとして初めて客演した。1923年にはベルリンに本拠を移し、彼女はすべてのキャリアにおいてベルリン国立歌劇場と密接な関係を保つことになる。彼女はベルリンから、 世界の素晴らしいオペラハウスへ定期的に客演した。例えば、ロンドンのロイヤルオペラハウスコベントガーデン、ウィーン国立歌劇場、ミラノのスカラザ、ミュンヘン国立劇場、パリのオペラザ、ブエノスアイレスのテアトロコロン、シカゴ、チューリッヒ、ストックホルムなどである。1933、1934シーズンには、 ニューヨークのメトロポリタンオペラに5つのワーグナー役で20回の公演に出演した。また、ツッポと森のオペラのワーグナー音楽祭とバイロイト音楽祭でも歌った。この間、彼女は世界で最も重要なワーグナー歌手とみなされていた。1941年の演奏会ポスターしかし、1930年代になるとドイツでの彼女の状況は厳しくなっていった。 彼女の夫であるベルリン国立歌劇場のコンサートマスターのルドルフ・デマン教授はユダヤ人であり、彼女はナチスドイツから要求された離婚を拒否した。一方で彼女はアドルフ・ヒトラーのバイロイトに一層華々しく出演したことで海外から強い批判を浴びた。1938年の水晶の夜の後、デマンはドイツでの活動を諦めざるを得なくなり、 スイスに逃げることができた。ライダーはドイツで母親と一緒に暮らし、人種法の圧力により離婚した。1942年に最後のオペラの舞台に立った。その後、彼女は各曲のリサイタルのみを行った。敗戦後、再び舞台で歌う機会があったはずだが、 それを断り、1945年から1952年まで、国立歌劇場の歌唱スタジオの運営を引き継いだ。さらに、彼女は演出を手掛け始めた。例えば、1945年のフンパー・ディンク、ヘンゼルとグレーテル。1947年には、フルト・ベングラー式のトリスタント・イゾルデなどである。1948年から1958年まで、 彼女はベルリン音楽大学でも教授を務めた。日な地下を掲げた日和見主義者のハインツ・ティーティエンは、ナチス時代に彼女が制作に同調していたと公然と非難した。1946年1月16日、アルト歌手のマルガレーテ・クローゼと共に、アドミラルス・パラストで最後の共演を果たした。1959年に彼女は、それが私の役でしたオペラ歌手の思い出という、 タイトルの回想録を出版し、その後は表舞台から姿を消した。1968年10月23日、彼女はドイツ連邦共和国功労勲章クラス1を授与された。フリーダ・デマンライダーの名誉の墓、ベルリン・ベスト・エント・ヘア通り森林墓地、フリーダ・デマンライダーは1975年に87歳でベルリンで死去した。彼女は 1960年に亡くなった夫の隣に、今日のベルリンウェストエント地区のシャルロッテンブルク区にある、ヘイアシュトラーセフリードホフに埋葬されている。ベルリン上院の決定により、フリーダデマンライダーの墓所は1978年、以降ベルリン州の名誉の墓に認定され、通常の20年間の後、1999年に延長された。現在、ベルリンを本拠とする、 フリーダライダー財団が彼女の芸術的遺産を管理している。フリーダライダーは今もなお最も重要なドラマティックソプラノの一人とみなされている。彼女の表現の特徴は特別な緊迫感と表現力、そして速くて軽いビブラートと柔らかくて生き生きとした響きである。彼女自身は自分は実際には典型的なワーグナー的な声ではなく、むしろ イタリア的な発声のテクニックを持っていると繰り返し強調していた。その結果、彼女はアワーグナーを歌うことができただけでなく、非常に幅広く多様な役柄を歌うことができた。残された多くの録音によって、モーツァルト、ベートーベン、ベルディを自信と説得力を持って歌っているのが確認できる。マリアン・ドゥテルジャン、ボークと、 ワーグナー・オスト・ベシュティ・マング・ウント・ファー・ヘン・ニス・イン・ノイ・エチュル・ャーツ・アイ・トゥング・8・オクトバー 2016S22 ゼンシオン・ハット・ハンス・ユルゲン・メンデ・レキシー・コン・ベルリーナー・ビグラブ・ニズ・シュタットン・ファレス・プラン・ベルリン 2018ISBN 978から3から 865142061S485 エレン・グラブ・シュタットン・デ・ランディス・ベルリン・セナツ・バー・ウォルン・フュアム・ウェルト バーキアウントクライマスフッツ。S15 アブジェローファン AM8。ノーベンバー2019。フォーローガ。ツアーケントニスロム。ウーバーダイアナーキントナウントバイターアイアルトンフォン。グラブシュタットンナムハフターウントバーディアンダー。パーサンリッチカイトンオーストエレングラブシュタットンバーリンズ。アブジョードネットンハウス。フォンベルリン。ドルクスイク13。4050フォーム23。オーガスト 1999. S. にアブジェローファン AM8 ノーベンバー2019ありがとうございます。